こんにちは。囲碁が大好きなカラスピンクのクーロンです。今回の囲碁人物伝は本因坊算砂の第2回として、3人の天下人との関わりについて解説していきたいと思います。江戸時代に御所として囲碁界の頂点に立った初代本因坊算砂は、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康という3人の天下人の囲碁の指南役を務めていたとして、様々な逸話が残されています。しかし家康はともかく、信長と秀吉との関わりに関しては、本因坊家の権威を高めるため後の時代に創作されたものではないかというのが現在の有力な説となっています。まず織田信長と算砂の関わりですが、有名なのが名人という称号は信長が算砂に与えたのが始まりという伝説です。天正6年、上洛した織田信長が算砂を召し出し、御師で教えを受けたり、他の棋士との対局を見物、その技量に感心し、そちは誠の名人なりと称賛したと伝えられています。これが囲碁将棋の世界で達人、上手を名人といった始まりだと言われ、以降信長は上洛するたびに算砂を召し出し、囲碁の指導も受けていたと言われています。しかし当時20歳の算砂に果たしてそれだけの実力があったのか疑問視する研究者もいます。また翌年の天正7年に安土で法華宗と浄土宗との紛争を解決するため、信長が間に入り、安土宗論という問答対決が行われていますが、算砂の師である日圓が法華宗側の一人として参加したものの、対決は浄土宗側の勝利とされ、日圓らは詫び状の提出を強要されるなど信長に弾圧されています。そうした関係からも、当時の算砂が信長の囲碁の指導を行ったというのは考えにくいという意見があるのです。算砂と信長に関しては、本能寺の変のエピソードも有名です。天正10年、本能寺の変前夜に信長の御前で算砂はライバルであった本能寺の僧侶李玄と対局。その時めったに起きない三考が発生したため、決着がつかず終局し、皆がこれは珍しいことだと話していたところ、明け方に本能寺の変が起こったそうで、これにより三考は不吉の兆しと言われるようになります。本能寺の変で信長の遺骸は発見されていませんが、静岡県富士宮市にある西山本門寺には、持ち出されたと伝えられる信長の首塚があります。本能寺のエピソードは江戸時代中期、五世本因坊道智の時代に広まったもので、道智の門人石井助信がまとめた石井助信見聞録に登場。11世林玄美も蘭華堂記話で紹介しています。しかし信憑性が高いと言われる信長に関する記録「信長後記」では、本能寺の変の前夜、信長のもとへ多くの公卿などが訪れ茶会が催されていますが、出席者の中に公子の名前は見当たらないそうです。そもそも信長後記やそれをもとに過失された信長記には、信長が囲碁をたしなんだという記述がなく、算砂に関する記述もありません。そのため三考の伝説は江戸時代以後、家元制度が確立していく過程で、その筆頭である本因坊家の権威を高めるために創作されたものではないかと言われています。このほか初代会津藩主星名正幸の家臣が編集した雑記書会津旧字雑考にも信長と算砂の記述が見られます。戦国時代の末期、会津に菅沼宗信という語の強い者がいて、天正元年に京都で算砂と対局することになります。高名な算砂は
気軽に対局してもらえる相手ではないため、対局は静かに行われますが、結果は宗心の勝利。その様子を外覗いていた森蘭丸が信長へ報告すると、サンサが無名の騎士で敗れたことに驚き、宗心をサンサの師匠である千夜と対局させます。当時千夜は現役を退いていたため、宗心の楽勝と思われましたが、結果は宗心の完敗。失意の宗心は帰郷の途中に川へ身を投げて亡くなったと記されています。しかし対局が行われたとされる天正元年は、サンサはまだ14、5歳で無名の時期、千夜も現役で活躍していました。また森蘭丸も9歳で信長に小姓として仕える前であったことから、この話を事実として捉えることは難しく、おそらく会津藩が宗心という実在したこの強い人物について、お国自慢のためにサンサという有名人を登場させて、かなり持って作った話と考えるのが妥当かもしれません。次に豊臣秀吉とサンサの関わりについて紹介します。秀吉といえば大公子と呼ばれる真似子が有名です。初手天元から始まり、あとは相手の打つ手をそっくり真似れば勝てるという戦法で、家臣の入れ知恵で秀吉が行い、相手を困らせたと言われていますが、相手が初心者でない限りこの戦法で勝てるわけがなく、秀吉が打ったというのはただの伝説に過ぎないと考えられています。しかし秀吉は信長と違い、公暁などの日記から囲碁をたしなんでいたということははっきりしています。最初に秀吉の囲碁に関する記述が登場するのは、前回も紹介した公暁山科時常の時常行記で、元亀元年尾張守護を務めた武将芝氏の屋敷にて碁を打ったと記されています。秀吉がまだ木下藤吉郎と名乗っていた時代のことです。その後しばらく秀吉の囲碁に関する記述は見当たりませんが、天正16年に関白となった秀吉が千夜、本因坊、李元らを呼んで碁に興じたと秀吉の伝記である天正記に記されています。また慶長2年に秀吉が大谷義次の見舞いに訪れた際、大谷家では囲碁で秀吉をもてなしたという記述が録音記録に記されています。秀吉の囲碁の腕前はザル語程度だったそうですが、人たらしと呼ばれた秀吉は囲碁を巧みに交渉術に使い、対局で負けて高価な価値を相手に与え取り込んだというような話も残されています。その秀吉とサンサの関わりですが、秀吉は天正16年に誰が一番強い碁打ちなのかと名だたる碁打ちたちを集め碁会を開いています。そして最も優秀な成績を収めたサンサに朱印状を与えますが、その内容は今後他の碁打ちは本因坊を上手と認め上戦で打つこと、ただし千夜については本因坊の師匠なので互い戦で良いというものでした。これが千夜がサンサの師匠であるという根拠とされています。秀吉の朱印状の話は1706年に五世本因坊同治が編纂した家元伝書伝信録に記載され、林家の記録家康雑記などにも朱印状の写しが掲載されています。しかし朱印状の実物は残されておらず、師匠に対して同学の互い戦で打つという儒教的発想は戦国時代の色合いを残す豊臣時代よりも、国を安定的に統治するため儒教を広めていった江戸時代、つまり伝信録が作られた時期の考え方であり、この時代に創作されたとい
というのが現在有力な説となっています。したがって千夜が本当にサンサの師匠なのかどうかというのも定かではありません。またサンサが秀吉の囲碁の指南を行ったという話も実のところはっきりしていません。聚楽大に招かれるなどしてサンサが秀吉や関白秀次の前で対局していたのは間違いありませんが、当時のサンサはようやく御家として名を知られるようになった時期で、秀吉に指南する立場であったというのは疑問が残ります。この頃関白秀次が高名な学者たちを招き会議を行った際、出席者の中に本因坊の名が見られますが、会議の内容を考えると本因坊とは当時引退して間もない師匠で、初代本因坊日圓の可能性が高いと思われます。いずれにしても信長秀吉に関する囲碁の話は伝承によるものも多く、事実かどうかについては今後さらなる研究が必要と言えます。3人目の天下人である徳川家康については、江戸幕府において御家たちに扶持を与え、囲碁棋士をプロ化していったことから、サンサとの関わりも大変深いものでした。それでは、次回の囲碁人物伝は、家康とサンサの出会いから、家元制度確立への布石について紹介していきたいと思います。